こんばんは、ヤギちゃんです。まず、元気になりました！ありがとうございます！週末からね、超バテていたんですけれども、この通り元気になりました！ご心配おかけしました。ちなみに、私が溶連菌っていう菌に引っかかっておりまして、子供がよく、感染する菌らしいんですけど、扁桃腺が腫れてしまって、物が食べれない、熱が上がる、しんどいっていう状態になっておりました。ま、復活したけどね。はい、それで病院行くじゃないですか。で、こう、って見せたら先生に、うわって言われて、ちょっと菌の可能性があるんで、こっちにいてくださいみたいな。カーテンシャッて閉められて超隔離されたんですよ。え？って不安でこう待ってたら、こう先生がテクテクテクって来て、はい、溶連菌ですって伝えられて、もし一緒に住んでる人がいたら映ってますので、検査に来てください。誰もおりません。ってなって、で、まあ、抗生物質は10日間しっかり飲んでくださいねということで、今3日飲んでるんですけど、もう喉も治ったし、美味しいご飯も食べれるし、なんかね、コメント欄に手術しましたとか体調不良でっていうコメントとかも結構あったので、皆さんもちょっとお体には気をつけて過ごしてくださいね。もちろん流行りのウイルスにもかからないように。はい、というわけで今日からまた動画もお仕事も元気に頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。というわけで今日はロングトレイルの番外編なんですけれども、今回の旅は1から5話までありまして、まあ見ていただいている方はわかると思うんですけど、結構人との出会いのね、伊豆の人々との優しい触れ合いの旅だったかなと思ってまして、最後の最後にお世話になった方1人と再会できるんです。誰と会えるのかなーって思いながら見ていただければと思います。で、今回はお店の中でナレーションとかできなかったので、私がこれから副音声でチャチャを入れていくので、一緒に見ていきましょう。おさてです、よろしくお願いします。ごぼうっていうの、ごぼう、食べ物ございました。はい、どうも、気をつけていってらっしゃい。はい、これはすごい形のおっぱいの像があったので真似しておりますね。サイズは全然足りておりません。松崎町までバスで戻ってきました。それで、ここが噂のカツカレーの店。噂は聞いておりませんが、一応気になったので入ってみます。伊勢屋営業中。で、マスターの特製のカツカレーを注文しました。カツカレー。はい。写真よりもカツがでかい。あとカレーがね、結構、重たそうな感じですね。で、アカリンがこの時、YouTube の私の撮影の様子をカメラで撮っているんですけど、もう一回撮れてなかったの？もう一回やってます。で、はい、巻き忘れてる。巻き忘れて、3度目の表情、正直、変顔の写真を撮ってくれました。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。私この真ん中から行っちゃうタイプ。最初はね、カツご飯から食べるね。裏剥げてんだけど。カツ分厚いんですよ、これ。ほら。いっぱいね。もう食べれんのかな。しかも、この3日間はまともな食事をとっていなくって、ほぼインスタントの麺とか、カレー飯とかだったんで、結構胃がしんどかったのを覚えております。はい、パクパクと食べ進めて。結構やばい。この時でも結構やばい。結構しんどい。結構しんどいって言ってる、これ。でも頑張って完食と。うん、頑張った。で、最後に一人お世話になった方が下田まで来てくれてるんですけど、誰でしょうか。ててててててて。待ってるよ。長田さん。そうなの。これね、下田までバスで戻ってきたんですけど、長田さんが迎えに来てくれて、美味しいケーキ連れて行ってくれたんです。カレーを食べた後だけど、ギリギリ食べれました。長田さん、赤が好きみたいでめっちゃおしゃれなの。はい。で、帰って、来まして、娘が二人で来たみたいって言ってくれてた。ありがとうございます。よかった。嬉しい。楽しかった。って言ってます。ありがとうございます。
バイバイ。なんで？あかりんお願いします。はい、はい、というわけで、伊豆のロングトレイル編全5話プラス今回で番外編終わりました。長々と見てくださってありがとうございます。次はパッキングの動画を公開するので、また来週も見てください。またねー。